はい、ということでやっていきます。この辺で降りようかな。おすすめは一番右の高いビルです。そこだと敵と一番上でしか会う確率がないので、どんな下から攻めてきても上に宝箱がいい時で2個、悪い時でも1個あるので対処しやすいです。今回は宝箱1個でしたね。紫ピストルは拾いません。樹脂がしますね。もしかしたらこのビルにいるんでしょうか。サウンドエフェクトも反応しています。お、予想通り敵がいました。それで1キル確保。あそこにいます。白ダメです。ここは詰めましょう。爆弾で相手の足場を崩して攻めていきます。残念ながら今回は足場は崩れなかったようです。こっそりと近づいて、あ、敵がいない。どこだ。いました。またこれで2キルです。敵の音がします。音もします。どこにいるのでしょう。おいました。ここしっかりショットガンを当てていって爆破しています。予想通りいました。 NPC に当てそうで怖いです。足音は上からします。上を取りました。危なかったですが 1キル確保です。これで3キルになりました。ここでちょっと逃げて回復をしたいと思います。侍入ってから回復をするようにすると敵に見つからずに済みます。クラーボックスの中にもチャクスプとクロッパーが入っていることがあるので、取ると回復が整います。鶏を飼っても肉が手に入ります。ちょっとストームが来たのでささっと宝箱とかを取ったらアンチへ向かいたいと思います。
宝箱の音がします。ライトセーバーが出ました。ライトセーバーは強いのですが、ショットガンが惜しいです。そろそろアンチがやばいので行きます。アンチへ。おっと、宝箱がありました。ライトセーバーで壊すと早く壊せるのでおすすめです。今回はチルテッドタワーに行くことにしました。敵がいるかもしれないので後ろに気をつけながら行きます。車に乗ると攻撃された時にダメージを受けずに済みます。チルテッドタワーに着きます。サイキルなどでもう少しキルを集めたいところです。宝箱がありました。中から鍵が出ました。飛行車の金庫を開けに行こうと思いますが、少し銃声がします。見に行ってみましょう。お敵がいました。2発当てて修理台カットしました。ここは詰めましょう。相手は今おそらく回復をしているところです。おミニポを飲んでいました。勝ちました。回復をしっかりします。物的です。ああ、惜しいところでした。スコアを見てみましょう。4キルです。惜しかったです。次は頑張りたいと思います。ということで、もしよければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。次の動画も見てね。さようなら。